池田忠次病、池田忠次は、美前国岡山藩初代藩主。鳥取藩池田家宗家初代。張間国姫寺藩主、池田輝正の次男。母は、徳川家康の次女、徳姫。慶長4年2月18日、伏見で生まれる。徳川家康の外孫にあたるため、岡山藩を領した、小早川秀明が、むつぐ断絶により改役されると、 慶長8年に、わずか5歳で、備前岡山28万国に封じられた。しかし、幼年の忠次に政務を取り仕切ることができるはずもなく、イボ兄の年高が、失政代行として、岡山城に入り、忠次は、父の姫路城に泊まった。慶長19年、父の死後、16歳で、初の奥に入りをし、父の医療のうち、母、 吉馬サインの化粧量の西張馬10万国を分与され、計38万国を漁した。そして兄の年高と共に、大阪冬の陣では、徳川方として参戦したが、起乗後に発病して、翌慶長20年に、岡山城で死去した。去年17、森田政の娘と婚約していたが、婚姻前に死去したため死はなく、同母帝の忠雄が後を継いだ。なお、 忠次兄弟の系統は、忠だ王の着難、三つ中の時に、稲葉鳥取藩に天法となり、幕末まで続いた。墓所は、清安院にあり、木造と位牌が安置され、一体和病のもとに、木管の中に、あぐら姿で埋葬された。なお、清安院は当初岡山県岡山市中区小橋にあったが、1964年に、国道橋建設のために、 岡山市南区浦安本町に移転し、それに伴い病も1978年に当地に移転した。岡山県指定重要文化財。忠次の若すぎる死には以下のような伝説が残っている。忠次の母、徳姫が実子である忠次城主にすべく、京市で姫路城主であった、年高の暗殺を田で岡山城中で、 年高が忠次ツに対面した際、饅頭に毒を持って、年高に進めようとした。女中が手のひらに毒と書いてみせたため、年高は手をつけなかったが、これを察知した忠次ツは、年高の毒入り饅頭を奪い取って食べ、死亡した。こうして、身をもって、長兄で静着の年高を守ったという。また、徳姫もこれを恥じて、毒入りの饅頭を食べて死亡したとされる。 史実としてはただつは、前日の通り、慶長20年2月23日に、岡山城内で死去しており、徳姫は、同年2月4日に二条城内で死去し、京都、地方院に埋葬されている。また、1978年に、ただつ病の移転の際に発掘調査が行われ、その際に独死疑惑検証のため遺体の調査が、行われた。その結果でも、 独死の証拠は得られなかった。ありがとうございます。